メロー星のGメロだよ。はい、ということで本日はですね、2024年9月30日発売のジャジャジャ推しの子ウエハース2の開封動画です。イエーイ。今回ですね、推しの子ウエハース2に関しましては、全29種類メロズの最推しの愛ちゃんは、なんとこの29種類のうちビジュアルカードの3種類しかございません。その3種類を当てるために2ボックス買いました。いや、なんかね、もともとね、買おうかどうか悩んでたんよ。今回ほぼほぼ愛ちゃんいないし、どうしようなって思ってたんだけど、やっぱりメロズは推しの子大好きなんで、推しの子布教活動してる身としてはやっとかなきゃなと思って、急遽 Amazon で買ったら、なかなか届くのが遅くなっちゃってね、今日届くってなってたんだけどね、今現在時刻は7時半。さっき届いて届くの遅いと思いながら急いで準備したから、ちょっと髪がね乱れております。はい、ということで、1バックスにつき20個入っておりますので、全部で40個開封していこうと思います。当たるかな、40個もあればさすがに愛ちゃん出るかな、1枚くらい。今回のさ、このウエハース、なんとじゃん、味がキャラメル。パッケージどんな感じ。あ、かわいい、見て、今回のパッケージはこんな感じ。メロズの好きなこの愛ちゃんのね、この愛ちゃんこの愛ちゃん今回はね、愛ちゃんはこのビジュアルと、こうやってパールみたいな持ってるやつと、こういうやつ伝わるかな、メロズのピアノの上に飾ってあるタペストリー、そうなんだけど、こういうやつその3つをね、いきたいと思います。じゃあ早速開封してくれ。運命の1つ目、いきます。じゃーんじゃーんじゃん。わー、早速スペシャルカード来ちゃったおお、幸先いいね。あ、キャラメルのいい匂いする。キャラメルのウエハースって食べたことないんだけど、どんな味なんだろう。2つ目、じゃん、あーちゃんじゃない、これはビジュアルカードです。まあでも愛ちゃんね、出てくるとしたら最後の方だと思うな。3つ目、じゃん、あ、いい子待ちプラスあかねちゃん。極力かぶりたくないな。でも40個あるから、まあ、少なからず何個かは被ってくるだろうね。4つ目、じゃん、かなちゃん、かわいい。5個目、バン、おい。6個目、じゃん、あー、かぶった、6個目でかぶった。7個目、バン、あ、こちらもスペシャルカードです。ほら、キラキラしてる。8個目、じゃん、あー、もう結構満足。あ、ダメダメ、まだあと2種類2種類あるんだから。9個目、じゃん、あー、レロレロかなちゃんレロレロかなちゃんでした。10個目、ベン、あー、こちらはビジュアルカードですね。でも愛ちゃんいるんだよ、ここにかわいい愛ちゃん。もうそろそろ2期終わるね。3期いつやるんだろうな。メロチのメンタル持つかな。11個目、じゃん、あ、ルビーちゃんだ、ね、このルビーちゃんってあんまりさ、ルビーちゃんっぽくないよね、かわいい。12個目、ベン、あー、かぶったー。13個目、ベン、あー、これかぶったんじゃん、かぶりました。14個目、うわあ、ね、この目のちゃめっちゃ可愛くない？いつも思うけど、このアップバング可愛い。15個目です、じゃん、わあ、これ被ったんちゃう？あ、これは出てないか。これ被ってない、被ってない。なんか雰囲気が似てて、あ、これも愛ちゃんいる。ここに愛ちゃんがいる。16個目、じゃん。17個目、パン、あかねちゃん、かわいい。あかねちゃんって愛ちゃんに似てるよね。ちょっとね、暗い感じペッて出てくるとさ、ちょっと一瞬間違えそうになるけど。18個目です、じゃん、ウェイ、アクターン。ね、そういやさ、メロチのさ、
友達の妹がさ、アクタン推しらしくって、メロちゃん、アイちゃん推しじゃん。だからね、交換する相手がね、できたの。19個目、ペン。あー、アイちゃん2個目でございます。イエーイ。もう何だろうかって、全部アイちゃんでいいんだよ。折り返しに入ってきました。20個目、ペン。おー、キラキラスペシャルカード。ちょっと雰囲気似てるけど、これが1番でこれが2番です。21個目、じゃん。わー、ルビーちゃん、そろそろこれかぶり出してきそう。22個目、じゃん。アークター、これも友達の妹ちゃん行き。23個目、じゃん。ミムチョだ。24個目、ベン。うわー、あかねちゃんのスペシャルカードじゃない、これ。スペシャルカードじゃん。いやーね、ほんとね、推しの子ってめっちゃ面白いから、まだ見てないんだよねっていう親戚ちゃん、ぜひぜひ見て。もう最終回が楽しみなんだから。25個目、じゃん。あれ、これかぶった？かぶってないな。かぶってないです。はい、26個目、ペン。うわー、鴨志田です。27個目、ペン。あー、わっ。アイちゃん3つ目、え、しかも同じやつだ。え、あとの2つがまだ来ないぞ。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い、本当に可愛い。28個目、バン。あー、かなちゃん3枚目じゃない、これ。3枚目でございます、このレロレロかなちゃん。29個目いきます、じゃん。あー、ルビーちゃん、これも3枚目だ。これも3枚目。30個目いきます。おお、アクタンスペシャルカード。いや、でもアクタン美獣いいよね。美獣いいんだけど、やっぱり目当ての中ではアイちゃんなんだよね。かっこいいなとは思うんだけど、性格もすごく好きなんだけど、やっぱりアイちゃんなんだよね。いよいよ後がなくなってきました。31個目、じゃん。お、これはね、ストーリーカードです。ストーリーカードが2種類なんだけど、これとこれだけ。ストーリーカードは揃いましたね。32個目、そろそろアイちゃん来い、アクタンじゃん。33個目、じゃん。わー、これもかぶった。34個目、じゃん。あー、これもかぶり。やだー、アイちゃんまだ来てないよ、20類。35個目、バン。やったー、来たー、可愛すぎるー。めっちゃ可愛くない？可愛い、アイちゃん、やったー。あと1種類だ。この5個で来るかな。でもなんか今回結構いい感じじゃない？いい感じじゃない？いつもに比べると。36個目、ベン。あー、かなちゃん、かなちゃんのスペシャルカード2個目でございます。37個目、あいちゃん、こい。あー、これはでも持ってないです。持ってないビジュアルカードです。あと3つだ。開けてないの、あと3つ。大丈夫、自分を信じて。めっちゃあいちゃんが大好きなんだから、その思いは伝わってるはず。おかしい。じゃあ、アイちゃんいつも一番最後にね、全部持ってくるから、40個目にアイちゃんいる気がするな。よし。じゃあ、39個目、いきます。でん。あー、かなちゃんじゃん。ラスト。これ1個で、終わる。これ、どう？これ、全部揃った？アイちゃんのこれまだ揃ってないよ。いや、もう切り方が動揺しすぎて、切り方がちょっと雑になっちゃった。ラストです、いきます。せーの、じゃん。あ、来なかった。はい、ということで、全29種類のうち2ボックス買って揃ったのは24種類でした。5種類足りなかった。はい、スペシャルカードがね、こんな感じで、これ新宿組じゃん。
渋谷組の方のカード、あとねメルトがゲットできなかった。そしてこちらのビジュアルカード、アイちゃんが1個足りなかった。こちらの ED カードに関してはアクタンがね出なかった。でストーリーカードは2種類コンプです。はい、こんな感じですね。まあ愛ちゃんがちょっと1種類足りなかったのはすごく残念ですが、でもまあ4枚愛ちゃん出たからね。4枚愛ちゃん出たのはさ結構でかくないね。えかわいい。でーんってことでめおちゃん、これからもまだまだ推しの子布教活動やっていくから、みんなついてきてね。はい、ということで今回は推しの子ウェアハウス2開封でしたってことで、よかったらチャンネル登録と高評価